あ、OK。来た。これなってんの？なってんのかい？なってるなってる。なってるなってる。ああでももうほら、二人三人見てくれてんだよ。やば。どうもしんちゃん。どうです。よし。お久しぶりです。お久しぶりです。どうせ YouTube で上がるでしょこれ。お久しぶりよでございます。お久しぶりよ。ペンペンペン。やめなさい。ちょっと DJ っぽくちょっと。やめなさい。マキさんっぽく。やめなさい。どれぐらい光は？このぐらい？ちょっとむくんでる顔。むくんでる顔。どうも。屋敷隆人です。屋敷隆人。やばいって来てるよ。どうも、高弘です。無理にちゃうやん。あ、違かった。ちゃうやん。高弘会いたいよ。来て。高弘会いたいよ。俺、ね、約束してる。早くこの後に3人で飲みたい。そう、お願いします。2人で旅行してんだよね。そうなのよ。旅行今、青森だっけ。今青森、青森で、ねぶた祭見ようと思ってね。うん、なんかでもなくなっちゃったから、うん、まあ海見てね。そう、うん、帰ろうかみたいななってますけど、どうなんですか最近。先輩最近どうか。俺が、うん、新型コロナウイルスの影響で、うん、ライブが全部中止になって。同じく、そうですよね。ね、家の大掃除と同じく。俺もあのマンション引っ越したの。あ、池掃除してたやん。いや、池は自分の家じゃん、あれは。いや、いいじゃん。え、で、大変。腰がなんだっけ。腰がてげた。てげた。腰がてげるんだよ。腰がてげたってどういうことなんですか。腰が折れた、うん、腰がてげるって言うんですか。俺ヘルニアじゃん。知らんわ。知らんかな。ヘルニアなの。知らなかったの。知らない。それは心外だな。俺の全てを言ってきますけど、俺ベロベロです。俺の全てを知ってくれてるって言ったじゃん。知ってますけど、俺の腰ヘルニアなの知らなかったの。ヘルニアだっけ。それちょっと心外だわ。反り腰のは知ってる。反っちゃうからね。ハンサムだから。ああ、面白い。それで、ね、これでなんでてげたの。池掃除したからてげたんだよ。で、わしのてげた話はええよ。うん、いや、ね、僕ちょっと山口、まあ、僕もコロナで山口にいて、うん、最近帰ってきたじゃん、うん、東京のマンションも引き払って、うん、だからもう東京に家なくなっちゃったから、うん、で、わずちの家に住ましてくれと、うん、もうずっと出たらいいよって言うから、いいんでしょ。いいよ。だって10個ぐらいあるでしょマンション。ねえわ、そんなんないわ。あるでしょ。いや、ないし。だから1個ぐらい済ましてよ。ちょっと1個しかないし家。俺角の炊くぞ。角の難しいな、その振りが難しい。振りがない。なんだろうそれ。カノンの卓造じゃねえよも言いにくい、ね、言いにくい、ね、あれ、ジャスティン・ビーバー。 What do you mean? どういう意味。どういう意味、はあ、全然ジャスティン・ビーバーじゃねえし。いやいや、今日皆さんちょっと聞いてくださいよ。今日ね、一応待ち合わせしたの、ね、二人で、うん、で、しゅんちゃんセットしていくっつって髪型ね、うん、で俺はセットしていったらなんかちょっとこう張り切ってるっぽいじゃん。怒るじゃんそれ。違う、怒んないって。で、淳から LINE が来て、俺も違う、喋らせてよ、うん、でセットしてくるって言うから、いや帽子だよっつって、じゃあ分かったっつって、うん、俺もちょっとしんちゃんと一緒でバレたらだから、エグザイル、アツシをわからないような格好で行くねって言って、そう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 、
このシャツで着たい。もうこれ、いや日本でアクセス黒やん、黒やんが金ってこんなん。いやこれまでさ、やつと錦野明、錦野明スター、なんだっけ、スターが着るもんやから。なんでやねん、なんでやねん。お前こら、こら、こら、今屁超えたろ今。ちょっとゲップしまう。いいじゃないですか、生理現象はしょうがない。もうでもしゅんちゃんとこのさ、センティも酔ってるだって。センティ俺酔ってないよ、俺はそんな酔ってない、マジで。まだシャンパン1本ぐらいでしょ、ワイン1本ぐらい。いやいや結構飲んだよね、お互い。俺は結構酔ってるよ。でも中華美味しかったね。中華美味しかった、中華料理。はあ、疲れた。疲れた、疲れたの。疲れたし、あと今のこれ見てみよ、しゅんちゃんのあれ、6000人の人が見てるよ。でも淳だったらこれ100万人ぐらいいってんの。いやそれない。6000人ですごいんだよね。これが6000人でしょ、これ、これ、まあ、今見てくださってる方がね。ね、そうなんですよ。結局皆さん今日の6000人は得ですよ。いつもなんか変なおっさんとかばっかりアップしてるから、インスタライブで俺の友達杉野とか、今日スペシャルゲスト俺だら淳が来てくれました。いや俺杉野さんに会いたいわね。杉野、あと杉野の一すぎラーメン食べに行ってあげてよ。行くし、あとあのなんだっけ、あの牛乳4リットルは心配。ライネね、ライネの4リットル、ライネ君の4リットルはマジ、牛乳4リットルで5000カロリー、うん、てか頭おかしいんちゃう。一日ちょっとライネ君一回喋ろう、俺と喋ろう一回。俺がちゃんと諭すから。4リットルはやばい。俺だって諭してるよ。諭してる、俺で言っても聞かんないけ、淳が言ったって聞かん。だってわし社長やから。じゃあ聞かんわ、うん、でもあったけど、でも103キロなんだ。ライネ、ライネ君ね、もうダメだって、1日4リットルは。あ、歌ってるってよ、ちょっと何か歌って、ね、あ、じゃああれ歌いますか。歌えるか、そんなもん。あれ歌おう、てんシャンデリア。ちょっと、しんちゃん、なんか、危険な匂いする。いろんな意味で危険な匂いする。ほんまのクラシックを聞いて、言って。あの、いきますよ。一瞬でハモれるから、こいつは。いくよ。ちょっと待って、ちょっと待って。はよ。ちょっと、あの頃よりハモってよ。ねえ。なに？危険な匂いがする。いくよ。今作るから俺が。てんにゃー。静かに、お願いしてくれ。お願いしてくれ。ちんちんじゃん。ハモリーやよ。危険な匂いがする。ハモリーさ。ねえ。いくで。俺、うん、あんが行くから。うんが行って。いくよ。ぬー。どう？今ハモれよ。危険な匂いしかちゃんとハモって。危険な匂い。ちょっと暴力。じゃ弁護士。もうすぐ弁護士。もうなんか弁護士。それで危険な匂いしかしないもん。なんかそういうのそういう。今やってるでしょ、音楽整理論。え？じゃあ俺の音楽理論やってるよ。5度でいって。うん。ああ。行くよ。うん。俺行く。もうええわ、5度で今3度だし、今の。もうええわ、もうええ。そうだね、ただハモっただけだから。怖いわ、いや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 。ちょっと、今、いろいろあるよ。なんか、一回し。ちょっとコメント読んであげて。一回し。痛いって書いてない。いや、こんなにバカバカ。痛い。酔っ払ってる。それ酔っ払ってる。で酔っ払ったの覚悟でやってて、でしんちゃんも一回ここずつ一回座って下に。なんで座んの？下に座ってこのアップをさ。え、座った方がいい？俺も？いやいや、その方がいいじゃん。座ってこれ映ってんの？うん。そう？
誰が喜ぶんこれ。ちょっと見えないなこれでしょ。だから上がれっつってんだよ。そうか。イチャイチャすな。そうか、イチャイチャすな。そうか、だからコメントで潰されて顔が見えないじゃん。オーバー大好きだよみんな。ねえ、シュウちゃん映ってねえから、シュウちゃん映ってないから、映ってないから、あなたも映ってねえ。いや、シュウちゃん、いいんだって、俺はいいんだって。いや、ちょっと、ディディ、ディディ、ナップ来いや、地球という学生から来た宇宙飛行士だ。なんだったっけ、初の舞台のセリフ、一発目、ちゃんと言って、ちゃんと言ってる、ちゃんと言うよ。いや、そういうわけではないんですが、ありがとう。いや、だからもういいから、もういいから。何、そういうわけではないんですかって感じ。まあ、そういうわけではないんですが、ね、だからもう高いのよ、僕ここに。今度そうなのよ、今から電話しようよ。ここに高いの、電話で高いの電話して。いや、え、高いの見てんじゃない逆に。え、今日仕事。いや、見てるか、子供いるんだよ。あ、そっか、子供いるからさ。TAKAHIRO、ちょっと、シュンちゃん、シュンちゃん映ってなさすぎ、ダメダメ、映ってるって、ダメ、そうやってさ、すぐさ、顔を映さなくて。映ってるって、いつもほら、いつだって、これ映ってんの、これ映ってんの。うえ、映ってないやん。映ってないやん、こうなったら。それ昨日、ウイスキー飲みすぎたからでしょ。そうよ、むくんでる。うん、ちょっとむくれてる。え、あっち、あっち、ちょっと俺、むくんでる。いや、もうそれが俺、10年前に俺が言ってたことを。おぉ、なんだっけ、なんだっけ。ちょっと高い電話してよ。え、俺電話した方がいい。いや、高い人とまた飯食う約束してるから。どこ早く電話しよ、今。だってみんながさ、それで、高い人に電話してほしい人。高い人、むしろあっちに電話してきてくれ。でもこれテルさんじゃない、ヒロさん見てたら怒るんじゃない、大丈夫、怒んないでしょ、見てないの。ヒロさんも温かい人だった。ヒロさん、タカヒロ、 OK 見えてんじゃない、これ大丈夫、ここはここ見えちゃいけないんじゃない。さすがに切れまくってんじゃない。だからごめんね、出ません。そう、寝てんだよもう、多分。寝かしてる。ガンガン、どんな喋り出してる。じゃあ一回ちょっと、折れた、もう折れた。心折れる。なんで出なかったから？そんなことないでしょでも。じゃあちょっとメンディ。じゃあネスミス電話しよう。ネスミスです。すいませんね皆さん、僕が勝手に言ってることだけですから。あと誰？好きなやついるよ。いまいちくん。りゅうじも好きだけど。ちょっとりゅうじくんで。でもメンディ一回出ましたよ。メンディこそかわいそうや。俺話したことないし、メンディは。ライブで言ってるけど、メンディー。リュウジは喋ったことあるの？あるよ、600回ぐらい。俺最近 LINE 変えて、わかんない。嘘でしょ。本当に。誰がわかる？誰もわかんない。嘘でしょ。あ、高井のわかるの？ナオトしかわかんない。ナオトわかる。ナオトに聞こう。ナオトに繋いでもらうよ。そうか。ナオトに繋いでもらえばいいのか。そう。そのまんま。すごいでしょ。お、すごい、9000人まで来ました。でね、ナオトはケイジ君に電話してって。ナオトスウェイに電話しよう。ランペ。もうすごい、皆さん今市君がいいってやがらしいバカだな、このナオトはもう出ないよ。ナオトは、誰だっけ。こいつは本当出ないよ。ナオト見てるかもしれないじゃん。俺、電話しようか、じゃあ逆に。俺電話しようか。まあまあ、ちょっと危険な顔にするもんね、ここ。そうなの。いや、危険な顔にするじゃん。危険な顔にするでしょ。
しないでしょ、あの人だけだよ危険なのは。だって危険な香りしかしないじゃん。あみんな言ってんじゃん、ナオトさん出てって。出ないよ。今ちゃん、まあまあまあ、今ちゃん、今ちゃん何、今ちゃん何、今田耕司。知らんわ。あ、じゃあ分かった、はい、あ俺携帯ないからダメだわ。なんかこう俺のちょっとお前、いや普通に普通に仕事今しとったよ。いや仕事じゃなくてちょっといや今、いやモスから LINE が来てこれよ。お前すごいやっぱお二人は、あ見ました皆さん、すなちゃん、すなちゃん、すなちゃんは一人しかできないらしくて、俺すなちゃんなっとるんかなと思ったらずっと自分の普通な顔でしたね、うん、あれちょっとあとやらせてもう一回。あと誰、あと誰、あと共通の知り合い、ね、俺もう分かんないんだよ、 LINE 返しちゃったから。うっさん、うっさん電話してみよう。うっさん、うっさん分かるわ、やっぱ一週からでしょ。うっさん、そんな、そうそうそう、それあなたが言わんと。うっさんです、うっさん会いたい。むしろうっさパパ、うっさパパ出ましょう。うっさんからうっさパパに伝えてもらおう。逆にもうこれでもう全員でやったらもうあずしが嫌われてるってことがあるから、嫌われてる。そうそう、もう夜やからね、本当に本当やる。冗談ですよ。あ、出た、うさん出てないよ。いや、出た手でしようと思ったの。え、みんな寝てんのかな。いや、まっちゃん電話してみ、まっちゃん、まっちゃんは出るから、まっちゃんは出るよ、まっちゃんは出てくる。でまた俺怒られるじゃん、おい、つばきっつって怒られる。いや、怒んない怒んない、まっちゃん怒んない。ほんとに、まっちゃん、まっちゃん怖いんだもん俺。なんでいつも怒られるじゃん。怒んないよ、まっちゃん優しいよ。ほんと、1万いった、1万いった。でも最後ヒルさん出ますからね。いやいや絶対できない。なんでよ。じゃあ俺からするわ、まっちゃん。え、見てる、しゅんちゃんのインスタ見てる。え、まっちゃんのインスタライブ、しゅんちゃんのインスタライブ見てる。見てないよ、なんかすごいね。え、見てない、見てない。まっちゃん、まっちゃんお久しぶりです、しゅんです。久々、しゅんちゃんお久しぶりです。今ちょっと今、ね、自分のインスタライブやってて、うん、あの、みんなで電話しようっつって誰も出んので、うん、まっちゃんだけ出てくれました。嘘。これ生最後。あ、ごめんなさい。生です。え、あ、生の。生。ごめんなさい、ごめんなさい。結構いい感じに酔ってるね、これね。これいい感じに酔ってます。ごめんなさい。いいね。まっちゃんごめんなさい。まっちゃん会いたい。会いたいよ、俺もう。じゃまっちゃん、あの、中目黒で待ってるから。しゅんちゃんあれインスタ見てるよ。インスタじゃなくて YouTube。 あ、ありがとうございます。見て見て、めっちゃ面白い。面白いよね。あの、なんだっけ、あのさ、なんだっけ、あのなんだっけ、村を作るみたいなね。うん、いや、山じゃん、山か、山か。え、まっちゃん、俺、まっちゃん散歩見てますよ。え、まっちゃん散歩じゃねえから。なんだっけ、あのまっちゃん、なんだっけ、松ぼっちのことを松ぼっちのことをまっちゃん散歩とか言ってるの、しゅんちゃんが。おい、変わったな。変わっちまったな。ちょ変わってない。歩き松散歩って。松散歩、ま、松散歩だっけ。いやいや、松ぼっち、あ、松ぼっち、松ぼっち、あんま変わらんやろ。変わるじゃん。変わるわ。すいません、まっちゃんまた、あの、ぜひ飲んでください。じゃあ、うん、まっちゃん、ごめんね、急に電話しちゃって。全然嬉しい。永遠にこのやりとり。ああ、もういいね。そういう時はさ、やっぱベビヌさんにも誘う。そうそう、だから、そうしても、会いたい、会いたい。そうしたいので、そうそうそう、連絡します。うん、連絡してちょうだい。うん、みんなで散歩しようよ。いいよ。いいよ、めっちゃ優しいよ。いやいや、松散歩じゃないから。かかってはないけど、散歩はいいよ。え、本当にまっちゃん、あの、またよろしくお願いします。うん、てか、はい、しゅんちゃんのあそこのさ、山行きたいな。あ、でも本当に来てください。でしょ、ほら、超面白そうじゃん。え、松ぼっちで来てくださいよ、むしろ。山口？はい。ねえ。はい。まあ別に場所がどこでって言われたら、あの山と同じの作れますけど。いやいやいや、そう、やめとけって、そういうのやめとけって言ってもいいけど、やめとけ。はい、ゲストに呼んでんじゃん。はい、
結構すごい格闘家呼んでるよね、もう。いや、なんか知らんけど朝倉未来さんとかね、あの、なんか、なんか呼ばれ、なんか声がかかるんですよね。いや、すごいよね。ただ、僕が一番好きだったエグザイル一生からは何も声がかからないんですけど笑ってどんひゃひゃひゃじゃないよ、まっちゃん笑ってごまかすからやめっつったごめんなさい、今携帯を取り上げました、今携帯を取り上げました、先輩すいません、まっちゃんすいません、本当にごまかしたと思ったでしょ、ごまかしたと思ってない、思ってない、思ってない、本当、あ、まっちゃん、じゃあ本当に今生放送なんでやめてきましょう、ここの辺で、いや、違う違う違う、でも本当にすいません、すごいね、生放送ってね、あの、まっちゃんさん、うん、まっちゃんさんあの、僕がデビューした当時の違う、舐めてないです、まっちゃんさんって言ったじゃないですか、まっちゃんさんって、そう、まっちゃんさんって俺らが言ったのが、ちゃんかさんか白くしろよって言われたじゃん、いや違う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 、まっちゃんね、ちゃんさんはおかしいからまっちゃんでいいじゃんって言ってくれたんだよあ、そうだっけ、俺はちゃんかさんか白くしろって言われて、いやいや、じゃあまっさんでって言ったらちゃんだよって言われて、まっちゃん、お疲れ様です、やった当時はまっちゃんさんだったまっちゃんさんだったでしょ、ね、まっちゃんさん、まっちゃんさんをまっちゃんで行こうよみたいなね、話も今日して、まっちゃんって呼んでましたっけ、まっちゃん、まっちゃんって言ってたよ、え、まっさんって言ってたっけ、俺、いや、僕は、僕まっちゃんって言ってました、うん、あ、今はやっぱ年尾兄貴だもんね、年尾兄貴ね、言ったことねえじゃん、言ったことねえじゃん、聞いたことない、聞いたことない、聞いたことあの、いや、今あったら言いますよ、あの、ちょっとあの、しゅんちゃんが若干ちょっと酔って嘘言ってるんで、ちゃちゃちゃ持ってるんで、いや、本当に結構いいテンションで羨ましいよ、本当に、まっちゃん、また本当すいません、またあの、ご挨拶させていただきますんではい、まっちゃん、その急な改め、いや、なんかそろそろまっちゃん切れるかなと思って僕らあの、いや、僕らからしたらもう大先輩なんで、またいや、本当に本当によく言う、第一章は鉄板でしょ、いや、第一章じゃないですか、はい、第一章なんですよ、結局、いや、ちょっと、だから、あー、ごめんなさい、ちょっと前、やばいから、ちょっと、生だから今ちょっと、まっちゃん、変わりますちょっと、今のは分からんの、ちょっと、一回切ります、一回切ります、一回切ります、まっちゃん、ちょっと、酔っ払いすぎて、高弘大好き、高弘電話出てくんなかった、電話したのよ、高弘電話したの、出てくんな、出てくんなかったんだから、いやいや、じゃあそれはしょうがないよ、子供もいもいるし、だから、うん、電話を出たという意味でごめんなさい、やっぱ一緒だなっていうこと、ね、そうそうそう、電話を出たから一緒だ、まっちゃん、あの、語弊がありました、すいません、全然全然、その時はね、僕もマギダイもウスさんも一緒に誘って、そうそう、その時にさ、てか、てか、てか、この前、よっか、まっちゃん、僕、その時僕がいていいですか、ダメ、それはダメ、いや、いいよっつって、今、いいよっつって、ダメダメって言われたよ、まっちゃん、ね、会いたい、俺もまっちゃん、最高だから、最高だから、うん、ね、ありがとうございます、まっちゃん、ダメって俺が言うのも変だし、なんでダメって言ったの、なんか俺、やっぱ、いやいや、俺のもんだから、俺のもんだから、俺の、二人で飲んでんの、二人きりで飲んでんの、他マネージャーとかいないの、ああ、スタッフちょっといます、 あの、酒作ってくれるマネージャーはいます、ああ、はい、でもすごいね、うん、なんかね、二人で仲いいねいや、まっちゃん羨ましいわ、なんか、いや、でもまっちゃんと、でも会いたいです、俺は会いたいです、4人と5人で会いたいよ、会ったら俺泣くよ、俺泣くよ、会いたいよ、だからこの前だからアッシーの LINE でさ、4人 LINE でさ、うん、なんかいつ空いてるみたいな感じだったじゃん、スケジュール合わせようみたいな感じだったじゃん、うんうん、俺来てないよ入ってくるなぁちょっと一回、一回し、一回し、いいじゃん、俺だって、俺一緒なんだから、一回し、一回し、俺も一緒なんだから、一回し、一回し、それで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 、アツシめっちゃふわっとしてるじゃん、ふわっとしてる、ふわっとしてた、違うの、高いを飲んでて、なんか交流になっちゃうかもしれないんですけど、みたいな、俺、高いろとも飲もうと思ってんのね、一緒に連れてきちゃえばいいの、そう、だから一緒に、うん、もう5人、6人やったらやばくない、そう、だからもしね、先に2人だけで話すことがあったら別にあれだけど、うん、俺は、
まあ、しゅん、しゅんちゃんはいらない。しゅんちゃんいらない。ひどい。俺のチャンネルで、俺をディスられてるね。おい、ヘッズたち。いや、こういうやりとりしてるからはいいんですよ。これがいいんで、これは面白い。ごめん。大丈夫？ちょっと一回やめようか。大丈夫？一回、ちょっと一回中止しよう。まっちゃん、ごめんなさい。まっちゃん、ほんとありがとう。まっちゃん、ありがとう。マッチャーありがとう。一回ちょっと。いいよ、いいよ。全然いいんだって。マッチャーごめんなさい。こんな時間に。この感じ。マッチャーごめんね。全然全然来ちゃった。あのね。うっさ、うっさ、この間。うっさは。この間っていうかさっき、あの、第一章にあった変な話とかいっぱいしたの、しゅんちゃんと、今。うん。だから、放送できないから、一回切ろう。で、改めて、一回。で、それで一回それで、あの、たかひろとしゅんちゃんと、まっちゃんまきさん、うっさんで会いたい5人で会おう、5人で全然最高だから。まっちゃん、僕追っていいですか？いや、いいよ、全然。めっちゃ嬉しい。5人で会ったら最高だから、5人で会ったらめっちゃ嬉しい。しゅんちゃん、今東京にいるの？はい、います。あ、東京にいるんだ。はい。で、しばらくいる？はい、います。あ、じゃあ今の時期ってみんな比較的ゆっくりだからさ、行きましょうよ、みんなで。あ、そう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 、タイミング合わせて飯やりましょう。うん、よろしくお願いします。ね、その後になんかみんなでしゅんちゃんの実家の方行ってさ、はい、あの山でさ、キャンプやろうよ。キャンプ場やばいよね、あれマジで。え、まっちゃん今言いましたよね。え、僕あんまりあの社交辞令とか好きじゃないんで。あ、いいよいいよいいよ。今生放送なんで。え、でも、え、松本人志が、いや、人志が松本人志が山口県のうちのキャンプ場に来てくれるんですか？行きたい行きたい。マジで？みんなで、こう、みんなで、みんなで行きたい。みんなで、みんなで。楽しいと思うよ。それはそれで、よかった。行く。やった。聞いたね、みんな。もちろん名目が1個あってもいいじゃん。そのね、YouTube で撮影なのか何なのかっていう名目が1個あれば行けるから。お願いします。え、ヒロさんも呼んでいってください。じゃあちょっとそれはダメだね。ヒロさんは、ヒロさんご家庭もあるし、外泊もやめる。ヒロさん来ないの？やめた方がいいかな。いやいや、いや、森広よ、森広よ。いや、もう、切るよ、俺。一回、スタッフの話出てきたから、一回切るよ。まっちゃん、一回切るよ。まっちゃん、ごめんなさい。まっちゃん、一回切っていい？まっちゃん。わかった。まっちゃん、本当に、愛してます。ほら、愛してます。過激になってきたから、一回切っていい？いや、なってないです。なってるのは、あつし、あつしです。一回切ります。一回切ります。ありがとうございます。まっちゃん、愛してます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。ほら、俺じゃないじゃん、別に。俺が過激になって、アツシが過激になって。俺じゃないでしょ。もう来るって、来るって言ってたじゃん、山口。うん、最高。みんな来るってよ、山口に。松本敏夫が。そして、牧大輔。宇佐美。来るよ、来るよ。宇佐美、よしひろ。佐藤、敏夫。信者、ロレツ、ヨッパ。佐藤、アツシ。落ち着いて。佐藤、アツシか。あれ、佐藤、敏夫だったっけ？どっちだっけ？いや、もうちょっともう、俺飛べよ。ちょっと大丈夫？いや、なんか、いや、もう今気持ちいいの。疲れちゃったでしょ。見ていただいてるのに気持ちいいの。ほんと？うん。ほら、みんな救うじゃん。うん。アツシが出たら世界が救われるから。いやいや、全然それないけど。俺の人だ。かっこいい、ワインでちょっとなんか中尾明みたいな。いや、C のかね。ごめんなさい、中尾明さんに失礼だった、ごめんなさい。いや、明呼んでこい。アキラです。アキラ出ましょう。アキラ。アキラ。アキラ。シッシッ。でも俺が電話させてるわけじゃないからね。タカヒロから始まってこうなったわけ。タカヒロでも、タカヒロに、ま、もう会いたい、俺は。タカヒロに会いたい、ね。会いたいよね。タカヒロに会いたいよね。いや、だから3人で飲もうぜって感じなんです。うん。だから次は、タカヒロと3人で、こんな、俺のチャンネルでやったら多分怒られるかもしれないけど、うん、まあ、そういうのができたらいいですね。1万人超えて。そうです、初めてですよ、いつもね。1万人いつも2000人ぐらいかな。いや、全然そんなのは。やっぱさっきの土下座が効いたな。ねえ、ちょっとやめてよ。冗談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 。すいません、いつも仲良くやってます。イエーイ、ピンピンピンコロピン。ほんと、じゃあ一回切ります。そうですね、そろそろ。じゃあ、うん、アツさんも、まあ、テンパってきたってことで。次は3人ね。ね、でも、本当にアツシごめんね。
まあ、真面目な話じゃないけど、あのうっさん、まきさん、まっちゃん、たかひろさん、まあ、あきら、みんなにやっぱ一緒の頃のみんなに会いたい、まあ、会いたいよ、俺も会いたいし、みんなで揃いたいし、あきさんがね、こうずっと繋いでくれてるんで、やっぱり普通にやっぱず今でもこう会ってもこうやって話できるし、まあ、本当感謝してます、ね、こちらこそですよ、なので、本当にまたよろしくお願いします。あたす、明日はちょっと旅行きましょうか。旅行こう、ね、一緒に旅行くから、ちょっと1週間ぐらいあの、うん、旅しようかっつってるから、まあ次はあそこ、あそこなんですから、まあ明日も頑張りますね。とりあえず今日はここまでということで、ありがとうございます。イエーイ、おやすみー。じゃあこれを終了する。アッシュに切らせるというね、荒技を。